そうやね、ちょっとね細いぐらいがいいかな、この辺とかね。あ、これぐらいとかいいな。アポロ11号と13号、焚き付けの、豆柄よく燃えるんですよ。で、木の皮ですね。そう、これ大事。マッチ。今日はこのもみ殻を燻炭にします。冬の頃の Vlog で雪の中から燻炭を掘り出すっていうのをやったんですけど、まあ、あの燻炭を作ります。もみ殻を燃やすというかね、燃やすと灰になっちゃうんで、まあ燃えない程度に燃やすっていうか、まあ炭にするってことですね。これぐらいまで来たらもう安心ですね。うおわわわわ。だいぶいい感じになってきた。そしたらそろそろあいつを投入するかな。いや、うまいこと焼けるかな。おお、だいぶ黒くなってきてる。いいね。うん、もうこれお芋さん投入できるね。あち。ああ、お昼ご飯行ってる間にだいぶ燃えてもうたな。ああ、結構灰やな。風が強いんですよね、今日ちょっと。風が強いと火の回り早いな。お芋さん大丈夫かな。ちょっと掘ってみるか。確かこの辺やったと思うねんけどな。あー、いたいたいた。あー、いい感じかな。どうやろ。あっちゅ、あっつ。あー、いい感じやな。もういけるわこれ。あ、いけるいける。もう一個、あったあった。こっちはでも大きいからな。もうちょっと入れといた方がいいかな。ちょっと硬いかな。さすがにこの大きさは2時間ぐらいじゃ火通らないね。そうそう、ワタックスさん、これ革手です。僕のやつはこれ鹿革なんですよ。鹿革はすごい柔らかいんですけど結構頑丈です。これも30年ぐらい使ってるんですよ。めちゃくちゃ愛着ありますよこれ。で、今日のお豆さんはコスタリカの、なんだかかんだかブラックハニー。お、沸いた沸いた。あちちち、いいね。いや、お芋さんどうかな。おー、いいやん。おお、めっちゃうまそう。うわ、これものすごい。これ全部蜜ですよ、蜜。これ水蒸気じゃなくて蜜です。うわ、すごい。これが安納芋ですよ。うふ、めっちゃうまそう。
うわもう手ベトベト。めっちゃうまい。うん、まい。いや安納芋最高。あーコーヒーに合うわこれ。あーいや焼き芋とコーヒーめっちゃ合う。もうこの蜜感、蜜もう最高。この甘さいやほんまもう笑うしかないってぐらい美味しい。あーうまい。クンタン作りもだいぶ佳境ですね。もうちょっとかな、あと30分ぐらい。そういえば大きい方の芋放置ですね。さすがに取り出さないと。いたいたいた、これやろ。あ、ちょっとまたかい。